こんにちは。今日はレカロの SR7GU というモデル、それも真っ赤な綺麗なモデルを、アバルト595ツーリスモさんに装着作業を開始させていただいております。幸いにお天気に恵まれまして、仕事も順調に進みそうでございます。このシートにはシートヒーターが、組み込まれておりますので、あらかじめ配線の取得業務を、確実に行わなければいけないのが、時間のかかる要素の一つでございます。ただいまご覧のように二人がかりで一生懸命、配線の取得を行っております。なかなかこれが時間がかかるところでございます。おおむね2時間弱ぐらいではないかと思っております。お客様は近所に散歩に出かけて、おりますので、早めに終わったら電話をしますという段取りになっております。それではいつか595の皆様ジェットセットに、お問い合わせアクセスをお願いいたします。